台湾旅行の写真を SNS にアップするね。ユキナと観覧車に乗った時の自撮りにしようかな。高尾の景色の方がいいんじゃないかしら。夜の iPhone に新津湾の海辺、綺麗な場所ばかりだからみんなも気に入ると思うわ。オッケー。あ、けどロゼリアのみんなで美味しい海の幸を食べた写真もいい気がする。あの時のリサとアコは本当にたくさんカニを食べていたわね。だってめちゃくちゃ美味しかったから。台湾は美味しいものがいっぱい。またみんなで行きたいね。